はい、皆さんこんにちは、吉田のりまさです。ですね、今日はですね、トリコのですね、227話ですね、を語ってみたいと思います。ですね、僕予想してた全体的な展開としては、サニーの話はまた、次の次とか次の次の次ぐらいな感じで出てくるのかなと思って、ゼブラと、ニトロの戦いがね、始まるのかなと思ったんですけど、違いましたね。ここで終わらしちゃった感じですね。はい。トミーロッドはまあ、死ぬかなと思ったんですけど、死ななくてまた残るんじゃないかなと思ったんですけど、まさかのね、展開でございましたけどね。とりあえずね、もうね、何から言ったらいいですかね。まずは予測を裏切られた部分であれば、まあ、ネタバレになってしまう可能性。まあ、ネタバレですも今、週刊少年ジャンプとかもね、もう、どんな形でも読めますんでね、いろんな形でね。まあ、いいんですけども、一応ですね、コミックとか楽しみにしてる方はですね、まあ、見るのはここまでということで、ね、していただきたいと思いますけれども。はい、あれですね、交際路、僕の中では、交際路が、あ、これ前の動画で言ったか言わないか忘れちゃったんですけど、美食会が来るときにフェスに、来なさい美食会とか、かかってくるがよい美食会みたいなこと言ってたじゃないですか。あのセリフだけでは、交際路が、なんていうんだよ、どっち側、美食会側なのか、IGO 側なのか、裏切り側なのか、ちょっとね、わからなかったっていうような、わざとわからないような形にしたセリフっていうふうに僕は捉えていたんですが、まさかね、第三勢力、ネオということはね、ちょっと思わなかったですね。で、ましてや、その、コマスと第一回戦で戦う予定だった、料理人ね、ランキング1位のザウスが、も、要するに、まあ、裏切りっていうかね、そのネオっていう組織の一員だとはね、まあまあ、それは本当に夢にも思わなかったですね。で、クリボーは、ひょっとしたらってちょっと思ってたんですけどね、まあ、ね、裏切り者っていうか。で、ただね、ここでちょっと、皆さんね、気づいてほしいんですけど、第ゼロビオトープで一流が、交際量を見て、というかその前にあれか、アカシアの前菜かなんかの、まあ、死者を蘇らせる食材があるとかないとかっていう話が、美食界に、がなぜ知ってるかというのが、この中って、まあ、職員ですね、第ゼロビオトープの職員ないし、まあ、雇った人たちの中に裏切る者がいるからじゃって言ってたんですよね。で、それでみんなが一瞬ピターっとね、凍りついたようにですね、止まって。で、まあ、そんなやつは冗談だよ、みたいな、いないよ、みたいなことを言ってたんですよ。で、交際路がフェスに行くってなって、で、クリボーに、なんか、頼むことがあるなんてね、やってたんですけど、結局だから読者は、交際路ちょっとおかしいなと、なんか隠してんなみたいな、で、美食会側のその裏切り者、IGO の裏切り者ってこいつかなみたいな感じで思ってたじゃないですか。で、交際路が、人間界に行って、で、まあ、フェスに入って、で、クリボーがそれを追っかけるみたいな形になってるじゃないですか。でも2人ともネオの人間なんですよ。ってことはアカシアの前菜の情報を美食界に流したっていうのは別にいるはずなんですよね。わかりますかね？もし、そういう裏切り者がいたとしたら。でもそこなんかまだ気づいてないというか、うやむやな、な感じで見ちゃってるわけですけれども、要は裏切り者がいるとしたらば、あの二人以外にいるはずなんですね。美食界の方に流して、それか、美食界の方にもネオの、人間が潜伏しているとなると、交際路ないし、クリボーあるいはまた別の人間が、その情報を知って、美食界の方にいる、人間に流して、その美食界にいるネオの人間が美食界に流した
っていうね、複雑な部分なのかもしれないですね。いずれにしてもいくつか考えられますね。今言ったパターンか、また別の誰かが裏切り者がいて美食家に潜伏している。まあ、そうなると、ネオの人間が、要するに美食界にも IGO にもいたよと、で IGO の中の別の人間が美食界にいる可能性もありますよってなるともうぐちゃぐちゃですよね。何が何だか分かんないんですけども、まあ、そんな複雑な、展開の可能性もありますよということです。であとはあれですね、やっぱ僕が予想した通り節バーは強いですよね。クリボーが、節さん、クリボーでしたっけ、ザウスでしたっけ、まだまだザウスだったかな、まだまだ節さんは本気じゃないよみたいなこと言ってましたよね。だもんで、要するにザウスとクリボーと交際路ってもう手だれ中の手だれですよね。第ゼロチオトップ職員2人と、世界ランキング第1位のねザウスが、節さんを、3対1でやって、3対1どころかその前にあのチオバーとやってますから今ね。だからもうそれだけやっぱ強いっていうね、私のまあ疑問は一応解消されそうですね。わかんないですけど、まあ、次回228話以降をね、見ないとわかんないですけどね。はい。まあ、そこはそうとして。あとは、だから、まあ、ブランチが戦うかな、来週からって感じですけど、まあ、それはちょっとまあ、いいとして置いといて、あとはそうですね。ただ、あれなんですよね。ちょっと、あれなの、ネオの目的がちょっといまいちわかんないですね。IGO は、まあ、いろんな、役割がある中で、とりあえずアカシアのフルコース、特にゴッドを入手して、で、それを、独占する気はないわけですよね。おそらくそれによって、かつての戦争が、終結したと同じようにですね、まあ、平和を求めていると思うんですよね。はい。それで、美食会の目的は、途中で IGO の一流とミドラがあった会があったと思うんですけど、そこでもわかるように、独占して、したいと思ってるわけですよね。ミドラ側、IG、美食会側ね、ゴッドね。で、あとは、そのために、入手するために、その美食会の、まあ、支部長というか、まあ、人間たちを、まあ、グルメ細胞の活性化させるために料理人を今、入手して、それを、まあ、いろんな料理でですね活性化させようとしているということなわけですよね。だからあくまでも私利私欲っていう部分なんですよね。うん、だからそれは人間がかつてやってたその戦争に見立てると、領土の奪い合いという、まあ、ある種の、まあ、私利私欲的な部分だったんですよね。で、漫画でいうそのトリコの中の、美食界の、ミドラとしては、独占だと、ゴッドの独占だという自分も言っている通りですね、分け合う気はないよという話なんですよね。でネオって今回出てきた組織の目的は、まあ、ライブベアラーと対決した後に、ジョアっていうのがちょっと出てくるじゃないですか。で、あれが、要するに美食会側でも IGO側でもない組織みたいな感じで、なんかちょっと出てきましたね。あれだとすると、要は、まあ、多分独占でしょうね。ゴッドだけじゃないかもしれないですけど、そういうものの、独占をしたい。で、IGO は独占をする気はない。そして、だから考えが違うわけですよね。で、美食会側は独占したいと思ってるわけですよね。自分、ネオも独占したいと思ってたとしたら、まあ、相反するわけですよね。ですんで、目的は、美食会っぽい感じって感じですかね。まあ、ちょっと今後の展開もね、ちょっといろいろ喋っていこうと思って、またちょっと時間が経ってしまいましたね。やっぱり漫画のこととなると、ちょっとね、時間が足んなくなってきますけれどもね。はい。ということで、まあ、この辺りに今回しておきましょう。まあ、ちょっとゼブラのね、戦いが本当に楽しみですよね。ゼブラにですね、エヴァンゲリオンのですね、初号機、ないし、ね、まあ、それで暴走状態的なですね、なんか、面白いようなね、もう、ゼブラすらですね、抑えきれないような、その、展開にね、暴走していただきたいなと、ちょっと、ね、期待してますけど。はい、本当に時間がなくなってしまいました。この辺りに期待したいと思います。最後まで見ていただいてありがとうございました。またお会いしましょう。